付けて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2トンにこうして用意してますが、量が全く違います。本当の商品、ご覧の通り、非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです。はい、もう待ちわびてますので、早速、お肉に渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆様の前で飲む姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、大ヒット商品、なぜ用意した量が違うのかといいますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で体内感を補う役割なんです。